去年10月できたばかりの夢モール西条の中に昨日オープンした新しい医療複合モール。中には様々な施設が入っています。まずは呉市に本社があり、薬局などを展開しているマイライフが整備したヘルスケア施設です。薬局の投薬ブースは個室になっていて、プライバシーに配慮してあります。併設のカフェは美味しくヘルシーがコンセプトのタニタカフェとコラボしています。目玉のプレート料理には野菜の1日の望ましい摂取量 350g の半分の量が盛られます。また管理栄養士が常駐し、血圧や体組成などを測る機器が取り揃えられたコーナーも設けられています。生活習慣病の予防から改善治療までワンストップで終わるもの、健康チェック、そして栄養指導、このあたりを受けていただいて、行動変容をしていただく。そして新たに開設した産婦人科クリニックです。人口の増加が続いている東広島市では、これまで分娩に対応するクリニックは1軒しかなかったということです。市内で分娩設備のあるクリニックの開業はおよそ40年ぶりです。院長は東広島市内だけでなく、エリアを広げて医療を提供したいと考えています。やっぱ周産期医療、お産ができなくなる地域っていうのが増えてくるので、僕はここで開業することである程度そういった地域を支えることができるのかなと考えています。さらに今後のコロナ対応に向けた医療の準備も始めているということです。5月からコロナウイルス感染も、5類相当で落ちますので、僕ら開業医もコロナの妊婦さんを対応するということになりますので、感染対策の設備を導入して、コロナ前のお産に近い形が、取り戻せるような取り組みをいろいろやってます。少子化や健康寿命延伸という課題解決へ、商業施設に医療設備が加わり、ますます人が集う拠点となりそうです。